信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。新潟県上越市の柿崎港に海と日本プロジェクト in 長野が企画した小学生の体験学習、海の恵みを届けたいがやってきました。川と海のつながりや海の恵みを実地に学ぶこの日の体験、まずは漁船に乗せてもらい刺し網漁を見学します。初めての漁船と漁の見学に子どもたちは大興奮です。陸に上がって刺し網にかかった魚を外す体験もしました。この日は水温が高く取れた魚は少なかったものの、カマスやアジ、バイガイなどがかかっていました。陸から流れ出たゴミなども見られ、漁師さんたちの苦労や川にゴミを流さないことの大切さも実感できました。魚をさばく体験もしました。地元の人たちに教えてもらいながら、ノドグロやカナガシラといった魚をさばいて浜汁にします。こちらではイカをさばいています。胴から足と内臓を外して切りバター炒めに。出来上がった料理からは磯の香りが立ち上ります。自分たちで作った料理、美味しさもひとしおです。どう？美味しい？ありがとうございます。うまっ。おいしい。なんか自分たちが作ったら余計に美味しいっていう感じがします。最後は地元の漁師さんから、温暖化の影響で取れる魚が変化していること、後継者不足も深刻であることなどを聞き、海の恵みの大切さを身をもって学ぶ貴重な体験になりました。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは全国各地の海に関する様々な活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。